人ですけど。あ、どうぞどうぞ。いいですか。ナチュラルワインを販売するワインショップブルトンの2号店として鹿児島市の山下町にオープン。世界のナチュラルワインをカジュアルにいただけます。でここで飲んだやつは基本的にもう1個のショップで買えるようになってて、はい、いいですね。じゃあここでちょっといろいろ飲み比べてお気に入りを見つけて。そうですね。今夜のワインはオーストリアの白ワインですね。ベルナチュレルっていうワインで、直訳でナチュラル美人っていう意味です。そうなんですね。ぴったりかなと思って。ありがとうございます。もう結構黄色みがついてる、ね、そうですね、ちょっと色がついてる、まあ、ブドウの皮をちょっと漬け込んで作るんですけど、うん、ちょっとこう濁りがあるのが室賀で作られてるワインで、あ、ちょっと香りも酸味がある感じですね。うん、そうですね。寒いエリアのワインなので、まあね、綺麗な酸味が特徴ですね。うん、美味しい。ありがとうございます。ビタン酸ちょっとシュワシュワね、下にくる感じがありますね。暑、うん、い時にぴったりです。うん、後味もさっぱりしてて、そうです、ね、酸味もあるので、うん、いいですよね。なんかベタつかないし飲み疲れないし、はい、さらっと飲めて。つまみは3種のチーズを。おお、おしゃれ。これめっちゃおすすめで、あのブリドモーって白カビのトリュフチーズがあるんですけど、はい、それにトリュフが入ってて、マロングラスは栗なんですけど、これ一緒に食べるとめちゃめちゃ美味しいんで、うん、うん、うん、上品な甘さとこのブルーチーズですか、はいはい、独特の香りと栗、栗です。美味しいですよ、うん、これしょっぱさと甘さとこうちょうどこうバランスよく、そうですね、うん、で最後にトリュフの香りがスーって鼻から、うん、だからこうより上品さを感じるんですね。うん、やっぱ飲んでるとこう見たいですよね。いやなんかワインショップしてると、うん、ワイン購入されて、はい、飲むとこ見えないじゃないですか。あ、はいはい、ね、お家で飲まれるからですね、はい、ちょっとなんか寂しいなと思って、やっぱ目の前でこう飲んで美味しいかどうかって見たら分かるじゃないですか、目の前。それを見たくてお店もですね、飲めるとこもやりたいなと思って、私のいやもう本当にワインがお好きなんだなと思いました。これこれと思いました。本当ですか。はい、ありがとう。